はい、おはようございます。今日はこっちの水曜日で、今朝の4時半やねんけど今日は私の練習ラウンドの日のルーティーンみたいな、なんか練習ルーティーンとかやることみたいな撮っていきたいと思います。で、起きたてなんでこんな顔やねんけど、なんで4時半に起きたかって言ったら、今日午後スタートなんですよね。1時半で、なんでこんな時間起きたかって言ったら、日本から電話かかってきたからです。みんな時間見て電話かけてください。別にいいねんけど。で、午前中ラウンドするときと午後からラウンドするときとちょっとスケジュール違うねんけど、今日は午後からラウンドする日の練習ラウンドする日のスケジュールみたいなのを撮っていきたいと思います。まず最初に起きてやることはストレッチをします。前までっていうか、ずっとストレッチとかしてなかったんけど、なんかアメリカ来て担いだりして体が疲れてるっていうのがめっちゃ分かってきたんで、このストレッチポーズでね、体をほぐして、でちょっとなんか柔軟みたいなして軽くっていう感じで、朝一まず初めにこれをします。でこれはなんか私、あのマットみたいな、なんていうあれ、ストレッチマット、ヨガマットみたいな持ってなくて、ここはチクチク歩いてんだけどって感じで、綺麗好きじゃないんで全く気にせずにここでやってますてかここリビングやねんけどって感じです。はい、ではまた。今はさっきまで暗かったんですけど明るくなったんで散歩してますなんか散歩するの好きなんですよね。だから時間あるときはいつも30分から1時間ぐらい散歩してます。はい、じゃね。はい、今12時なんやけど、実はさっきジム行ってきたんですよ。9時から10時ぐらいまで。でジムの動画を撮ろうと思ったんやけど、なんか人が多すぎてちょっと撮るの恐縮。わかります？人がいっぱいおんのになんか動画撮って、なんかそういう人とか映ったらなんか向こうからしたら気悪いじゃないですかと思って、なんかちょっと遠慮して撮りませんでした。で今帰ってきて、10時半ぐらい帰ってきて、ご飯食べて用意して今からコースに行きます。あとね、1時間半のスタートで1時間ぐらい練習してコースに行きます。ほんまはもっと練習したいねんけど、今日18ホール担いで回らないとダメで、でなんか一番今日の大事なところはコースを見るっていうのが一番重要課題なんで、ってことでスケジュールを調整してますって感じで行ってきます。じゃあね。はい、今コースに着きました。これからパターと、向こうが練習場やねんけど、練習場に行ってきます。今練習場です。ここで50球ぐらい打ってからちょっとパターしてラウンドに行きます。こんな感じ。今バックナインの10番に来てます。めっちゃ暑くてしんどい。あと9ホール回って終わってからちょっとパターしようかな、暗くなかったら。もう4時なんでって感じで回ってます。午後から一緒になったメキシコ人の女の子、めっちゃいい感じの子です。でははい、お疲れ様です。ちょっと今風呂上がりでちょっと疲れてんねんけど、今日一日の練習のルーティーンみたいなの撮ってんけど、ちょっと一人で回ってるからうちが打ってるとことか撮れへんくて、あんま多分秒数がないから口で説明しますまとめ的な感じで、今日は朝起きて、まあストレッチとかしてちょっと散歩とか行ってから、ジムに行って1時間ぐらいトレーニングして、ほんでそっからコースに着いてからだいたい1時間前ぐらいに着いたから、でそれでまあちょっと結構やってパターちょこっとやって、
今日は18ホールコースをね見ないとダメなんで、今日しか回れないんでってことで18ホール回って、でも終わったのが6時半ぐらいで、もう超疲れとって帰ってきました。で明日は1日練習できるんでいっぱい練習しようかなと思うんですけど、なんか最近めっちゃ練習するときに気をつけてることは、なんか昔は適当に、マジで適当に、まあ、球打ったりやったりとか、なんていう、やってる自分に満足しとった、やってる自分に満足してたし、しかも大してやってない、私2時間ぐらいしかトータル練習とかしなくて、そのショットパターンも全部入れて、もうほんまに練習しなくて日本におるときで、アメリカ来てめっちゃ変わりましたね。ですごい気をつけてんのは、なんか練習するにしても、なんか例えば今日とかやったら、今日の予定はトレーニング18ホールラウンドちょっと練習っていう予定で、え、じゃあ今日自分は何やろ、この予定の中で一番どれが大事な、なんていうやろ、予定なんかみたいなのを考えて、やっぱ体力とか集中力って限られてるんで、どんだけうちが頑張ろうって思ってもやっぱ集中力持てへんし、体力だってやっぱ限界があるからっていうので、なんかその体力とか集中力をこう上げていくっていうのも大事やけど、やっぱ限界があるじゃないですかそんな言ったらなんか限界を決めんなとか言われそうやけど、なんか分からへんけど、で私はそう思ったから、なんかいっちゃん大事なところに最高の状態、集中力で、私集中力は結構切れやすいんですよね、体力っていうより。だから集中力を持っていけるように、今日とかやったら練習ラウンドがいっちゃう、なんていう、集中してやりたいんで、ほんまハーフ、ハーフやったらもうめっちゃ集中して見れるんですよ、そっちの方がいいんですよ。18回ってやっぱ最後担いでるからだれてくるんで、やけどなんかもういろいろあってもうできひんかったから、もうそれはしょうがないから、とりあえず今日集中してラウンドしようと思ったから、まあ、もっとほんま練習したかったけど、まあラウンドに集中するために今日はあんまり練習しませんでしたって感じで、そういう感じのことを考えて、まあスケジュールは立ててるかな。例えば明日やったら練習だけやって、え、じゃあ自分がなんかいっちゃん何に、例えばパターアプローチショットってやったら、今日はどこを集中してやりたいんかとか、そういうのを考えて、その集中したいやつをだいたい一番最初にやりますね。まあ、トレーニングとかさ、もう今日の予定的に終わってからとか行ったら大変やから朝行ったけど、ほんまやったらもうラウンド一番集中したいから、ちょっと球打ってラウンド行ってトレーニング行ったりとかしたかったけど、まあ、そこはなんか臨機応変に考えて、明日とかやったら自分で選べるんで、パターが自分一番集中して練習したいと思ったら、一番最初に私はパターして集中力があるときにで、まあ、ちょっと休んでショット行ったりとか、アプローチ確かめたりとか、なんかそういう感じで練習するのは組み立ててます。だからそれをもっと掘り下げたら、なんかショットを一つにしても、どういう球を練習したいとか、自分がどういうスイングを練習したいのとか、なんかそういうのも、なんていうの、自分がやっぱ集中してやらな意味ないからっていうので、そういうなんか自分の集中力をどこに注ぐかみたいなのをすごい気をつけて最近は練習してます。はいって感じかな。あんま動画撮られへんかったけど、私はそういうの考えて練習してるから、なんか皆さんもなんか例えば練習場とか行くときに、なんか例えば自分が今ドライバーが悪いとかやったら、ドライバーってなんかうちいつも言っちゃう最後に打つけど、その悪いって言っても、まあスイングとかまあいろいろ原因があると思うけど、そういうのにフォーカスして、なんか集中力がある時にやった方がいい。なんか悪いからって言って闇雲に、たまにアマチュアの人でさ、1日300球とか400球とか500球とか打つねみたいな人とか聞くんですよ。え、それマジですごいと思う。え、まずほんまにすごいと思う。そんな打たれへんけど、なんかじゃあその500球ほんまに全部集中して打ちましたかみたいな、私すごいコーチに言われるんですけど、私すごい適当にポンポン打つタイプなの。その一球一球集中して、なんていうか、なんていうんかな、これすごい表現難しいけど、そのね、体を動かしてるだけじゃダメなんですよ。やっぱ自分の感覚とかをマックスな状態でやった方が
すごい脳にも入ってくるし体も覚えるし、そういうフィーリングってやっぱ消えないんで、あんまり適当にポンポン言っとったら次の日になったら忘れと、次の日っていうか多分私1時間後ぐらいに忘れてるかも、適当に言ってる時って。だからなんかほんまに集中力をどういう風に使うかとか、なんかそういうのを明確にした方がいいかも。練習のなんか今日はこういうのを練習するみたいな、明確にして練習した方がいいかもしれないですわからんけどって感じです。まあこんな感じでいつも体力と集中力をセーブしてやってます。なんかみんなの参考になれば嬉しいですでは失礼します。